愛媛の発展に貢献した人に贈られる今年度の県厚労省の受賞者が発表されました今年度の県厚労省に選ばれたのはコロナ禍での生活困窮者支援など社会福祉の増進に力を尽くした元県社会福祉協議会会長の川田正道さん全国に先駆けて 高校生の自転車用ヘルメット着用率の向上に取り組み交通事故の防止に貢献した元県公安委員会委員長の亀岡真理子さん愛媛からブラジルに移住し夏季生産農家として農場を営む傍ら在ブラジル県人会の役員として愛媛とブラジルとの国際交流の進展に力を尽くした藤原敏貞さんの3人です 県厚労省の授賞式は来月3日の文化の日に県庁で行われます。